どうも、イフの二郎です。トムです。お願いします。みんな、くつろいでる？今回はね、はい、そう、11月、買ったもの報告ということでね、まあまあ買いましたよね、11月。そうです、持ってくるの全部持ってこれませんでした。もう、ありすぎてね。そうです。まあ、ちょっと口頭も交えつつ、はいはい、ちょっと出してね、紹介していきたいと思います。はい。じゃあまずね、はい、東京行ってきたんで、いやそれから紹介していいですか？もう東京行ってきたを大々的に言うのも恥ずかしいけど、いやいやいや、もういい服初ですから。確かに初めて行って買ってきたのが僕はこちらでございますと。あっけー、ローリングダブトリオのコッペンというブーツでございます。これはね、もう他に動画撮ってるんで、はい、あまり多くも語らないんですけど、楽しみすぎてね、ちょっとガンガン履いていくんでね。この肉厚クロムレザーエクセル、クロムエクセルで、この価格って意外とコスパいいよ、うん、これがね、税抜き5万5千、税込み6万500円なんですけど、いやもう全然いいですよこれ、うん、海外のやっぱり輸入とかやったら関税がかかったら多分もっとかかってるんで、うん、これが8万9万とかしてくるのちゃうから、これはええ買い物したなという、ええ買い物ですな、ところでね、これからガンガン履いていきたいと思います。写真ロードが、いやほんまにワクワクしましたね。次こそはね、写真を出してね。僕はこれローダブやったんですけど、よかですね。トイさんは、アタックスはまずこちら、はい、じゃじゃん、アウトさん自慢の紺のワイドスラックス。いやもう一押しでしたね。いやかなり良かったね。なるほどね。やっぱり紺のスラックスって難しくて、はい、まあ生地感とか、うん、その光沢感の有無とか、はいはいはい、その柄のありなしとか、うん、シルエットでもう全く表情が変わってくるというか。なるほどね。グレーとか黒やったら、まあ、なんか無難に収めれるんやけど、黒とかイメージしやすいです、確かに。やけど、うん、ネイビーってやっぱ絶妙じゃないと、いやそうです、ね、あかんっていうか、それぞれの目的に合ったものじゃないと難しいっていうのが、まあ、紺のウールのスラックスの現状というか実情なんですけど、いやこっちはね、うん、持ってるヴィンテージのなんていうのちょっとゴワッとしたスラックスにない滑らかなドレープ感もあって、シュッとしますね。だからめちゃくちゃ良かったですね。なるほど。ちょっとアランニットとかね、はいはいはい、はい、グレーとか黒のなんかああいう雰囲気のあるニットを着た時にちょっと下で色気出す足すみたいなね。いや色気ありますね。デニムいったらちょっとタフほっこりになるけど、そうですね、こっちで色気出すみたいなニットありかもね。ところがすごい個人的にいいなと思いました、ね、いいですね。もうこんなドライバーズに行っても買わなあかんなくて。でアウトさんでまだまだ買い物をしまして、はい、このノーカラーのオンブレシャツ、これいいね。まあ、ノーカラーっていうかカット多くないけど、うん、特にこの色、俺この色のオンブレが好きなんで。いや分かりますよ、この茶色というかね、うんうん、これやったら今のデニムにもよしで、めっちゃ合うよ。874でもよしで、まあ、上もなんかカウチンとかもありやし、うん、なんかこうルードな感じのウールのスポーツジャケットとかにもありやんで、もうめちゃくちゃ便利ですね。今っぽくもいけるし、うん、俺みたいなコテコテのねワークスタイルが好きな人もでもいけるんで、いいっすね。90年代のオンブレシャツいいですね。これも着こなし挑戦してみたみたいな動画が上がってるんで、あ、はい、ぜひね買い物動画と合わせてみてほしいです。お願いします。で個人的にはうわこれが推しですね。爆買いやん。これラッセルのパーカー、うん、はい、もうマジでもうみんなもう説明するのもええわ、もうラッセルのパーカー買って。まあけど最近ちょっと上位互換が出たから、まあ、そっちでもいいんだけど、ラッセルのパーカーはやっぱこのフードのねデザインとか、はいはいはい、全体のちょっとなんていうか短めな感じとかが可愛くて個人的に好きなんやけど、はい、これをさらに今っぽくしたような形で、はい、あのカニエ・ウエストがギャップとコラボして出したパーカーとかがそういう形やったり、まあ、このパーカーのね雰囲気をよりちょっと今っぽくしたロサンゼルスアパレル、ロスアパのパーカーとかもいいんですけど、やっぱりねこっちの個人的にももともと、あ、いいなって思った原点というか、ラッセルのパーカーもいいんで、ロスアパも持ってるんですけど、はい、こっちも買っちゃいましたね。なるほどね。アウトさん、幅広いね。幅広かったね。今っぽく 90s を着こなす服もあるけど、うん、こういうちょっと 90s 好きというか、はい、まあ、そういった人たちが好きやったようなアイテムもね、うんうん、置いてくれてるっていうところ、はい、いやー、舐めてました、すいません。よかったです。はい、自分が東京で買ったのはこの3点です。あともう1個ね、受注会でちょっと注文つけさせてもらったものもあるんですけど、早く来んかな。それはちょっと1月のことなんで、はい、めちゃめちゃ楽しみです。またそれはまたお楽しみに、はい、はい、続きまして僕
これも東映さんも買ってるんですけど、これも買ってる、こちらですね、ナウンさん、なるほど、はい、ネセサリー・オア・アンネセサリーというブランドでしょ、撮影させていただいたのに、はい、マンボラバさんに行った時買ってね、もう結構着てますね、これはほんまにヘビロというか、デニムオンデニムいけるし、はい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 、ね、でバブアのインナーいけるし、絶妙な色を買ってしまったなと、サラさん持ってるアウター全部買いました、全部買いましたね、アウター2着ですこれね、いいですよ、まあ、いいす、普通にはシェットランドなんで、まあ、あったかいし、うん、何でもね、この、なんですかね、フォールガーメント完全な縫製、あんまり分かってないですけど、僕コンピューターで編みますみたいな、はいはいはい、あんまイメージできないですけど、ウィーンってやってるんですかね、こういう手編みのマフラーみたいな感じで編んでった状態でそのまま全部繋がったって感じなんじゃないですか、はいはいはい、3D プリンター的な感じでしょ、まあちょっとちゃうけど、まあこれができるってことですよね、そうですね、すごいよね、そう技術的には、普通は袖袖でボディでガッチャンコないけど、そうですね、ここがないという効き目が、まあ普通にあったかいし、 L サイズで買ってちょっとこうゆったりめのアウターにも合うし、いいですね、めちゃめちゃ重宝してるんで、なんならダウンとかとも相性良さそうです、着ちゃおっか、水沢と合わせます、いいですね、ちょっと暑すぎるかもしれへんけどまあちょっとこれがね、またベースで動画もアップしてるんでね、そちらの方もぜひ見てみてください、まあダウンさんで言ったら俺もね、マンボラマさん行った時にこの、はい、この白シャツ着てるんですけど、もうちょっと東映さん風に着こなしてる、もうそうですねけどこれね、もう本当はマンボラマさん的にはこれと合わせてほしいって確かに、ね、注釈に書いてました、書いてました、商品説明に書いてたんですけど、はい、このブルックスブラザーズのちょっと古めのメーカーズのシャツをベースに作ったボタンダウンシャツなんですけど、はい、いや良すぎでしょと、あ、いいっすかそれ、これほんまにいいわ、特にこのチャンネル見てはる人便利なんちゃうかなって、なるほどね、思いますね、うん、まあ、こういうなんていうかジーンズとも、まあもちろんいいんですけど、いいですね、まあ、こういう感じでこれいいよね、このね、ここのデザインが効いてて、うんうん、まあ、こういうところもタックアウトして軍パンと合わせたい人とかにめちゃくちゃいいやん、ええやん、おしゃれポイントっていうね、うん、で、しかも、はい、ブルックスベースなんで、この絶妙な襟の高さをちょっと見せちゃおっかな、はい、お、アイスランド製の古着のニットなんですけど、はい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 、という感じで、はい、こういうのを合わせた時も、うわ、チラ見せ、チラ見せにもなるし、いいっすね、この襟の高さちょうどいい、いいっすね、ドレス寄りすぎるともっとガチって高いから、そうっすね、やし、ちょっと低すぎると全然主張見えへんみたいな、ね、ところが個人的にスコですスコ、まあね、ちょっと17,800円ぐらいかな、はいはいはい、ぐらいしたんかな、ちょっと、そうですね、ぐらいして、ちょっとまあね、確かに白のプレーンなボタンダウンシャツとしては高いかもしれない、うん、そうですね、ですけど、うん、まあ個人的にはその価値がもうありありのアリーベデルチでした、アリーベデルチ、さよならだダメですよしてしまったんで、ちょっと、はい、ぜひおすすめですね、これは、これいいですね、個人的に、はい、まあ、こういうレイヤードスタイルに使える、はいはいはい、白シャツっていうんですかね、なるほど、あの東京編のロケでそれこそ毎回登場したかな、そうですね、出てましたね、すごい個人的に満足です。いいですね。はい、まあ、この2点もちょっとまた別で紹介してるんでね、はい、ぜひそちらの方も動画よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあ次、はい、僕まだあるんですけど、あるね、これね、あのメルカリかどっかでポチって、はいはい、実験的に買ったんですけど、ハーレーの、はい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 、これね、僕が着てるのは40なんですけど、はいはい、40に買ってみて、ハーレーオブスコットランド、ハーレーオブスコットランドのシェットランドニットなんですけど、はい、これね、なんか持ち主がバリバリ洗濯してましたみたいな、はいはい、確かにちょっとよれというか、そうなんですよ、余分の毛が見られます、で、あの手触りもちょっとこう毛が寝てるというか、はいはいはい、ちょっと柔らかくなってるんですけど、潰れてますね、やっぱニット洗いたいなと思って、はいはい、一回も洗ってないんですけど、ちょっとこの人のやつ買ってみて、ね、実験的にどんな感じなんかなと思ったら、あ、こんな感じなんやってなったのがこれですね、ちょっとそれはそれで動画撮って、あ、そうですね、あの比較動画撮ります、ありがとうございます、1回も洗ってない VS 何回も洗いましたみたいな、なるほど、意外と縮んでなくてみたいな、はいはい、とこもあって、でも42から40ぐらいには縮んでるんですけ ど、はい、なるほど、全体的なこのゆとり的には42の雰囲気は残ってるかな、なるほどね、ちょっとまた面白いんでこれ動画撮ってみたいと思います、うん、
逆になんかリンスとか入れて洗ってみても復活するかどうかみたいな、油分足したりで、ね、その気になりますよね、うん、やってみたいんでちょっとやってみようかなと思います。面白い。ちなみになんかほんま数千円で買いました。これもめちゃめちゃ安かった。安い。洗濯してるって説明があったんで誰も買わなかったですね、これ。なるほどね。確かに見た目もちょっとやれ感は出てますもんね。そうなんですよ、ちょっと出てるんですよね。まあちょっとね、はい、ここに持ってこれてないだけで持ってきてない、買いまくっちゃって買いまくっちゃって死にかけてるんですよ、ね、死にかけてる。例えばこの501、90年代の501とセットで G ジャン、ね、ブランケット付きの70505、はいはいはい、とかも買ってるし、セットアップでね、ちょっと買いすぎちゃったな。まあ他にもね、まだ動画に紹介してないんで、はい、ちょっとねここで初出しは恥ずかしかったんで持ってきてないけど、ちょっとしますか、買ってるものもあって、はい、ちょっとねとか、あと M43 のシャツとか、はい、買ってますね。ちょっと全部動画出してるんで、そうですね、見てほしいんですけど、はい、まあね、いっぱい買っちゃってて恥ずかしい。いっぱい買っちゃってますね。ちょっと恥ずかしいし考え直さなあかんな。恥ずかしいって何？恥ずかしいし、はい、ちょっと自分のね出費を見つめ直すいい機会になりました、ね、この動画が。あ、そうですか。良かったです。あとは、こちら、じゃじゃん、来ました。おじいちゃんにプレゼントしたバグは、これもまた後日動画で上がります。バグはプレゼントすごい。これは中綿ジャケットで、はい、あのオイルワックス度じゃないんで、はい、めちゃくちゃ手入れ大変やけとかないんで、そうですね、うん、楽に使ってもらえると思います。いや、めちゃいいチョイスやったね、うん。じゃあそんな感じで、はい、最後あるんですけど、おこれね、あの暮らしで紹介してるやつなんですけど、暮らしで紹介してる、リフティングいただいたやつで、スクリーンスターブ、はいはいはい、これをねちょっとね2つあリフティングのやつ、いろいろあって僕は今2着所有してるんですけど、はいはい、これね、こっちめっちゃええなと思って、はいはいはい、お願いしたんですけど、これもちろんこっちもいいんですけど、はいはい、こっちヤバすぎて、あロンティー、はいはい、いやこれ落ち感と丈感絶妙やなと思って。なるほどね。まあ確かに、うん、そのこういうシンプルな、そうなんですよ、 T シャツスウェット系の中ではかなり気の利いたデザインでしたね、はい、そうなんですよ。でこれ値段もね5000円4000円、はい、5500円税込み4400円税込みなんですけど、これね、はい、いいんでもう1着自腹で買おうかなと思って。でもまるで本来は自腹で買うまでもないかな。違う違う、なかなかね手に取る機会がないんですよこれって。あ、なかなか店頭にはなくて、うん、オンラインが中心なんで、やっぱりどうしても素材感とか着た感じを重視してるので、確かに僕は今回ちょっと手に取る機会があったんで、これねいいですよ、ほんまに。何人スターさんでしょうか。スクリーンスターズ。スクリーンスターズ。何人って何？何人ってローテ用にもう一着ね、はい、買ったりとかして、まあ今からシーズン的にはまあ、ちょっとオフですね。そうなんですよ。でこうまた春頃にデニムオンデニムが中に来て、はい、いいですね。まあこっちもね普通にデニムオンデニムで来てるんで、これもねちょっとこうつるっとしてるんで、はいはいはい、オワスローとはどうなんかなみたいなとこもあるんですけども、まあ、全然いいかなみたいな感じで、これもねあのサブチャンネルの方で紹介動画撮らせていただいてるんでね、させていただいております、はい、そちらもぜひサブチャンの方で見てみてください。お願いします。というわけで、はい、いい服の中1月購入品でしたけど、はい、ちょっとね、総額ちょっと言おうかなと思いました。言いたくない。僕の方が言いますね、はい、僕はね、8万円プラスいただいた服なんで、まあ、これも入れたのは9万円かな、はいはい、ぐらいの額でございました。価値が高かったね、やっぱ6万っていうね。トイさん、どうですか。14万。いや、普通に手取りぐらいあるよ、もう。何かしらの職業の手取りぐらいあるよ。今月の収益もちょうだい。前倒しでやりますか。3ヶ月に1回入るんやけど、はい、うちのチャンネルは、はい、ほんまやったら10、11、12を10、11でやりますかも。さっき出してお願いします。サブチャンでまた報告しますか。お願いします。はい、そんな感じで、まあ、はい、いろいろ買ったり買わなかったりする時あるんですけどね。そうですね。今回は出血大サービスということでね。いや、ただ出血したね。まあちょっと、はい、14万すごいね。合わせて22万男。合わせてここで。まあちょっとね、そんな感じで、はい、今後もいい感じのねアイテムを伝えていければと思います。はい、特に今月俺のベストバイは、おドゥルルルルルル、難しいけど、おじいちゃんに買ったバグアーです。自分のじゃないというね。
やこれほんまにその動画で言ってるんですけど、はい、あの3万プラスタックスやけど安い3万のダウンより個人的にかっこよさ、温かさとか利便性とか込みで上やと思いました。なるほど、まあ僕は着てないんであったかさわかんないですけど、これおじいちゃん着てたらちょっと上がるよね、一段上がるよねっていう点でも、まあ人を幸せにできたという点でもポイントが高かったギブの精神で、ね、そうです僕はもらっていくしましたけど、設楽さんは今年の今月のベストバイは、まあ、コペンか、まあまあそうですね1年欲しい言うてましたもんね。そうですね、まあまあベスト、まあそうですね、年間ベストあるか、ありえるかもしれない。ああマジか、1年我慢してたというかね、なかなか東京行く機会なかったコロナ的なとこもあったんでね。じゃあちょっと来月は年間ベストバイ発表になります。あそうですね、12月何も変わんでもそうですいけますね総集編で、はい、テコ入れできてまあそんな感じで、はい、まあこれからちょっと毎月末やっていこうかなと思ってますんで、はいはい、この関連動画とかも見ていただいて、ね、気になるものがあったら、はい、ちょっとそんな感じで今後もよろしくお願いいたします。お願いします。今回はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。いや聞いてるな